原子力規制委員会は仙台原発の安全審査に関し正式に基準をクリアしたと判断しました。原子力規制委員会として九州電力仙台原子力発電所の設置変更許可を決定します。原子力規制委員会は九州電力仙台原発の安全対策について1ヶ月間にわたって一般からの意見を受け付けていました。集まった1万7000件を超える意見を検討した結果、安全審査での規制基準をクリアしていると判断し、午後には九州電力側に合格書を手渡しました。ただし再稼働までには地元の了解など多くのハードルが残されています。